なりたい自分になれる場所、アイカツプラネット始まります。はい、やっと試験終わった。どうだった真央？まあまあできたかな。さーて、アイカツファンにとって最も熱いイベント、アイドルの頂点を決めるプラネットプリンセスグランプリの開催がついに発表されました。まあ今回の優勝はキューピッドで決まりっしょ。前回は花が優勝だったし、キューピッドに決勝で勝ったしな。ということですが、前回優勝の花さん、それって日向めいささんの花だから。そうなんだよな、真央が花じゃ応援する気も起きねえし。そんなこと言ってしっかり応援してるじゃん。これはその私は真央ちゃんのこと応援してるよ。当然しおりちゃんもね。クラスメイトのよしみで、キューピッドの次くらいには応援してやるか。まあプラネットプリンセスグランプリの決勝に行けたら応援してやらねえでもないけどな。うん、みんなありがとう。それでプラネットプリンセスグランプリって何のこと？知らねえのかよ。グランプリとはアイカツランキング上位4人が出場できるアイカツ界最大のスペシャルイベント。うんうん。そしてこのトーナメントで優勝したアイドルこそが真のトップアイドル。真のトップアイドル。プラネットプリンセスグランプリって出場するだけでも超プレミアムな大会なんだよね。私とルリちゃんは前回の大会には出場できませんでしたからね。そんな大事な大会があるなんて泉さんから聞いてないんですけど。よし、花はランキングポイントをリセットしたでしょ。プラネットプリンセスグランプリまであと3ヶ月。ここから焦ってランキングを上げるより次の大会を目標にした方がいいと思ってね。確かにそうなんですけど。ちなみに現段階のアイカツランキングの上位はこんな感じ。キューピッドちゃんが1位で、ビートが3位、ルリちゃんが7位で、2人はプラネットプリンセスグランプリ狙いそうだけど。ポイントをリセットした花とまだデビューしたばかりのしおりはランキング圏外。正直ここから上位4人に入るのは厳しいでしょうね。でも挑戦せずに諦めたくない。私プラネットプリンセスグランプリを目指したいです。真央、私が花だって分かっても応援し続けてくれるファンのみんながいる。
私はメイサさんみたいなすごいアイドルじゃないけど、でも頑張ってみんなの応援に応えたい。目の前でそんな熱いこと言われたらこっちまで火がついちゃうよ。しおり、泉さん、私もプラネットプリンセスグランプリ目指します。わかった、あなたたちならそう言うだろうなってなんとなく思ってたしね。この2つの大会は勝ったらもらえるポイントが高い。結果次第で一気にランキングをアップできるってわけ。ありがとうございます、泉さん。よし、まずはシャイニーガールズカップに向けて頑張るぞ。うん、はい、カッ。どうだった？数学は赤点か。追試に合格しないと放課後はしばらく補習だね。それじゃあレッスンができないよ、私のバカバカバカ。珍しいよね、真央が追試って。うん、肺活にずっと夢中で勉強がおろそかになってたかも。やば、寝てる暇なんてないのに。シャイニーガールズカップできるドレスだけど、マオちゃん的に何かリクエストを。おい、マオさん聞いてますか？マオちゃん、なんだか元気がないようですが。ごめんなさい、しょぼりーんがシュワルルーンって感じ。実は またランキングをチェックしてるの？うん、ランキングを上げるためにもシャイニーガールズカップは絶対に落とせないよね。もっとレッスンしなきゃいけないのに何やってんだろう。おはようございます、マオちゃん、しおりちゃん。京子先輩、おはようございます。つかぬことを伺いますが、シャイニーガールズカップが終わった後、何かご予定はありますか？え？特にありませんけど。スターレットプロモーションでプラネットプリンセスグランプリに向けた激励パーティーが開かれることになりまして、お二人にもぜひ参加していただきたいのですが。パーティーですか？ルリちゃんは来てくれると。はいはい、絶対行きます。ということで、パーティーで披露するダンスの練習を始めます。はい。ダンスの練習って？パーティーといえば何か出し物をと思いまして。でも追試の勉強とバトルステージのレッスンが。それじゃあレッツダンシング。
マンも一緒に。ここからマンのソロで。のまおちゃんが帰ってきたよ。え、やはりまおちゃんは踊っている時が一番生き生きしていますね。京子先輩、もしかして私を元気づけようとして。追試の勉強とレッスンが重なって大変なのは分かりますが、たまには息抜きも必要でしょって思い出したわけ。まおは昔から悩んだり落ち込んだりした時はいつも踊って吹っ切ってたなーって。確かに踊ってる時は楽しくて仕方なくて胸のモヤモヤも吹き飛んじゃってた。ありがとう、しおり、るりちゃん、京子先輩。よーし、追試もレッスンもまとめてかかってこいだ。これで心置きなくシャイニーガールズカップに臨めますね。マオ、ここから本番まで一気に仕上げていこう。うん。シャイニーガールズカップではステージを見てくれたみんながハッピーになれるドレスが着たいです。ステージを見てくれたみんながハッピーになれる。オッケー、任せて。お願いします。もう一回いくよ。ワンツースリーフォーファイシセブエンツツースリーフォーファイシセブエンツツースリーフォー。あ、京子ちゃん。おいしい。京子先輩、ありがとうございます。いよいよ明日が本番ですね。はい、はい、私と京子ちゃんは別のお仕事があるから応援に行けないけど、お二人の頑張りが必ずや報われると信じていますから。パワーがみなぎってきました。激励パーティーを私たちの祝勝会にしてみせます。しおりの出番はすぐだけど準備はいい？うん。しおり、緊張してる？少しね。自信を持ちなさい。デビューステージではあんなに堂々としたパフォーマンスを見せたでしょ？はい。花の出番は後半だから、待っている間に集中を切らさないように。はい。花さん、今日は負けませんよ。あんちゃん、あんってアイカツランキング今は20位じゃないですか。プラネットプリンセスグランプリのステージにキューピッドさんと一緒に立つって夢を叶えるためにも、今日は絶対絶対負けませんよ。私だって負けないよ。世界中を甘くとろけさせちゃうようなスイートなステージにしちゃいましょう。うん。ではでは、また後でなのです。キューピッドちゃん。私にとって花は限界のその先まで導いてくれた最高のライバルだったわ。見せてもらうわよ、あなたが受け継いだあなたの花を。やあ花。新しいドレスのドレシアを探しに来たの？うん。今日のステージ、今の私にできる最高のものにしたいから。
綺麗。ピュアフルフェニックスだよ。ピュアフルフェニックス。軽やかに羽が舞うみたいにシフォンスリーブがふんわり可愛いこのドレス、もっと華やかにしてもらえそう。おーい、ピュアフルフェニックスさーん。おーい。私を呼んだのは君？はじめまして、私花って言います。ピュアフルフェニックスさん、私に力を貸してください。素敵なドレスだね。あなたの願い喜んで受ける。あ、ありがとうございます。はあ、スイートホールケーキ。世界一スイートな魔法をかけてデコレーションしちゃう。幸せで包んでメロンメロンにしてあげる。翼で飛び立とう。次のステージ。うん、オーロラペガサス。オーロラの輝きで彩ろう。君と一緒にまだ見ぬ世界へ。
めでとう。よくやったね。2人ともランキング圏外から一気にジャンプアップよ。はい。それじゃあやろっか。日頃お世話になっている皆さんに私たちから特別ステージをプレゼントしちゃいます。え？マジ？おおおおおお、サプライズってやつですね。おお、頑張れ。行こう、ハート弾ませ。Welcome to next I got world. しなきゃ。それが魔王のアイカツ？え？心の奥を私に見せて。次回アイカツプラネット揺れる想い。